でこの連結解除をクリックします。で、連結したい文字をドラッグします。2つね。で、OK。これで、とりあえず実行してみてください。もう東京都大田区って連結できちゃうんですよ。こんにちは、戸田悟です。今回はですね、Excel のアドインをまた紹介したいんですが、なんと機能が100個増えるというですね、スーパー Excel というアドインを紹介します。Excel を日々使う方、ぜひ利用してみてください。今までにご紹介したアドインとどちらがいいでしょうか。もちろんアドイン複数使いますので、よろしかったらみんな使ってみていただいてはどうでしょうか。はい、それではスーパー Excel の使い方を紹介していきましょう。まずですね、ブラウザーから、はい、スーパー XLE と検索してください。これでスーパー Excel と読むんですね。で、こちらのですね、ヒットしたこのサイトですね、窓の森というサイトからインストールするのがおすすめです。はい、こちらですね。で、これ昔からあるオンラインソフト等をインストールするサイトなんですけれども、こちらからインストールすると比較的安心して使えると思います。ということで、ダウンロードをクリックして、ダウンロードします。するとですね、はい、ダウンロードフォルダにこのようなファイル、圧縮された状態でダウンロードされます。で、今回、超初心者向けの方にも分かりやすく解説させていただきますので、ちょっと回答の仕方も紹介しましょう。これを右クリックして、はい、すべて展開をクリックしてください。はい、するとですね、これ展開ボタンを押します。はい、これで OK ですね。15秒ぐらいかな、待っていると展開され、展開って圧縮されているファイルを元に戻すことですね、されるので、ちょっと待っていてください。今これ頑張って展開してくれてます。残り15秒って出て、これ進まないうちに終わっちゃうっていうですね、大体こんな感じなんですけどね。はい。で、これ今ダウンロードフォルダにこちらが展開されました。で、これをダブルクリックします。はい。で、さらにこちらを開きまして、このですね、これ、インストールバージョンアップ VBS というのが、これをダブルクリックするとインストールできるファイルです。で、この下ですね。で、こちらはアンインストールです。いらなくなった時に使うファイルですね。では、こちらをダブルクリックしてインストールしていきましょう。はい。で、ここでアラート出ますが、大丈夫だと思いますので、開くをクリックしてください。もちろんすいません。僕は責任取れないので、会社でインストールしちゃダメよとか言われてたら、インストールはしないでくださいね。はい。で、開く。で、はい。で、利用できるのはですね、Excel の2016、19、365も大丈夫だと思います。で、OK を押してください。はい。で、インストールバージョンアップしますかと出てくるので、はいをクリックします。で、インストール開始しますと出るので、これも OK をクリックします。で、環境によってインストールにかかる時間はちょっと異なってきますが、しばらく放置すると、はい、このようにインストールされますので、はい、これもはいを押してしまいましょう。すいません、僕何度もこの動画撮影のためにインストールしたりアンインストールしたりしてるので、ちょっと皆さんと表示が変わってしまう可能性がありますが、そこはご容赦ください。手順はこの通りでインストールできるはずです。はい。で、これで、はい、ここでですね、バージョン紹介の YouTube 動画を見ますかって出ますが、今回見ない。皆さん見ていただいても構いませんし、僕の動画を見ていただいている方は、僕の動画から見ていただきたいと思うんですけれども、これは見ていただいてももちろん構いません。はい。で、いいえ。で、はい。で、OK ですね。するとですね、ここに、プロパティが開くんですね。で、このプロパティが表示されたら、表示されないケースもあると思うんですが、これ、許可をするをチェックします。で、OK。はい。で、これも OK ですね。はい。で、これでインストールが済んで利用できるようになります。では、早速 Excel を起動してみましょう。はい。はい。Excel を今開いています。ちょっとですね、このアプリインストールすると、アドインですね、インストールすると、Excel の起動に微妙に時間がかかります。はい。で、こちらに今利用できるようになりました。新しいタブが追加されましたね。で、これをクリックすると利用できます。で、Excel の起動時間が若干長くなりますが、起動してしまえば別にレスポンスそんなに変わりません。で、あと非常に便利になるので、僕は使うことをお勧めしますが、使いたくないよとか、使いたい時だけオンにしたいっていう方はですね、この挿入をクリックしていただいて、個人アドインをクリックします。と、ここにですね、その他のアドインの管理というのがありますから、これをクリックします。はい、でさらにこちらの設定ですね、下の方にある設定をクリックします。すると、ここにですね、チェックボックスが出ますので、これをオフにしてあげると、はい、もう消えます。で、また使いたくなったら、このようにその他のアドインの管理から設定で、はい、オンにしてあげればいいわけです。で、これ以前紹介して、これ、説明欄にも書いておきますけれども、Relax Tools というですね、こちら400個の機能が増えると言われています。で、今回のスーパー Excel は100個ですね。で、こちらもチェックすれば使えるようになります。ということで両方使うことももちろん可能ですので、よろしかったら前の動画というよりはリラックスツールですねの動画もご覧ください。はい、これでまた再び使えるようになりますはい、こちらに使えるようになりました。では詳しい使い方を説明していきましょう。さて、それでは具体的にですね、スーパーエクセルの機能の中から、特に初心者の方、さらに言うならばすいません、万年初心者のあなたにもですね、便利な機能を紹介していきたいなと思ってますけれども、使い方はまず簡単で、こちらクリックしてですね、スーパーエクセル、今回ベーシック使ってます。まあ、普通はベーシックでいいと思います。はい。の機能をこうやって使っていきます。で、まあ、特にですね、まあ、分かりやすく簡単なところからいくとですね、例えば、これ東京というところを今クリックしましたね。で、こちらに、色のパネルがありますから、これもクリックするだけで塗りつぶしができます。はい、このように、なんていうんですかね、あらかじめ用意した色でパッパッパッと塗りつぶしをしたい場合には、もちろんですね、Excel の機能を使って、こうやって塗りつぶしで色を選択していっても構わないんですが、まあ、手っ取り早くていいですよね。はい、でこちらをクリックすると、このように赤い枠が表示されて、この中に、これで強調ができるわけですね。この枠のサイズをちょっと調整してあげて、はい、このように強調ができます。で、はい、で、さらにおすすめなのがこちらなんですけれども、こちらのですね、お気に入りの図形の挿入ですね。こちらをクリックすると、ちょっと読み込みを待ってですね、はい、このように図形が挿入できます。で、特に初心者の方におすすめで便利なのは、この01から05ぐらいまでなんですけれども、これを使うとですね、こう簡単にですね、これ例えばこれ挿入すると、はい、このようにコメント記入のですね、はい、ダイアログが表示できますので、こうやってコメントを記入してくださいなんていうことができます。はい、でさらに、はいさらにこんな形でも挿入できますので、はい、でこちらで挿入すると、はい、こんな形で、ここにコメントを記入してください。で、こちらで例えば、はい、こんな形で、入力できます。でもちろんこれ図形なので、サイズの調整とかは自由にできますので、皆さんが使いやすいように調整していただければというふうに思います。これ結構ですね、手動で書いていくとめんどくさいので、これ簡単にまあこういったのがですね、いろいろと使っていけますので、はい、でこちらで印刷してください。みたいな、こういった表の中にいろいろなコメントを入れていけるというのがなかなか便利な機能かなというふうに思います。はい。まあ、手間をですね、かけずにできるというのが最大のメリットなわけですね。はい。というところで、じゃあもうちょっとこの辺りの機能で便利だなと僕は思ったものを紹介したいんですが、こちらにユーティリティのというのがありますね。で、こちらで、これですね、番号入りっていうのをですね、こうクリックします。するとですね、番号入りオートシェイプというのがありますから、こちらをクリックしてください。そうするとですね、丸数字に番号の入ったデータというか図形をですね、自動で生成してくれるんですよ。でまず、小の、今、小中大ありますが、小で、まあ、25個ちょっと多いので、今回ちょっと10個にしてみましょうか。はい、10個にして、で、太字もできますが、今回まあこのまんまでまずは作りましょう。で、生成をクリックします。はい、ですると、はい、ここにですね、はい、数字が10個できました。で、これを使って、例えば、ここみたいなことでこう図形として使えるんですよ。で、例えば丸1、ここにですね、ちなみに皆さんこれ丸1で変換すると丸数字入力できるんですよね。はい。で、丸1、売上。こんな形で、この表の説明文を横に作るときにこの数字、非常に便利ですよね。で、余談のついでに申し上げますと、丸数字。で、変換するとですね、いっぱいこうやって出てきますから、まあ、好きな丸のついた数字を使うこともできるようになります。はい。余談でした。すいません。で、さらに、でこちらですね、はい、こちらの番号入りで、はい、オートシェイプで、じゃあ今度中にしてみましょうか。で、枠線をさっき赤にしましたが、これもうちょっとセンスをよくですね、まあ、緑、青っぽい色ですかね。で、塗りつぶしも、もっと薄い色で、こうやって、で、また10まででいいですね。生成すると、はい、このようにちょっとセンスのいい文字が作れます。で、さらにですね、ちょっとまた違うのを作ってみますけれども、今度はちょっとこんな色にしようかな。はい、で、今度は台を作ります。はい。で、生成しました。はい。で、作った状態で、これ全部選択されてますから、これで右クリックでコピーしますよね。すると、これ、例えば、パワポにも貼り付けられるんですよ。はい。で、パワポの図形としても、これ結構こういう丸数字付きの図形使いますので、なかなかこれ便利に利用できるのではないかなというふうに思います。はい。もちろん Excel 以外にも単なる図形なので利用できるので、よろしかったらぜひ使ってみてください。丸数字これ作るの面倒ですからね。これ結構簡単で、これ一発でできるので便利ではないかなというふうに思います。はい。さて、ではですね、ちょっとワークシートぐちゃぐちゃになっちゃったんで、こちらに新しく作りたいんですが、例えばですね、こちらになんかこんなデータがあったとします。はい。で、これよくあるんですが、特に初心者の方多いと思うんですが、こことここくっつけたいよって話があると思うんですよ。で、その場合、関数使えば簡単にできるんですが、このですね、スーパーエクセルを使うともっと簡単にできちゃうんですよ。で、どうするかっていうとですね、例えば東京都大田区という文字列をここに載せるに入力したいとしましょうか。で、この連結解除をクリックします。で、連結したい文字をドラッグします。2つね。で、OK。はい、これで、とりあえず実行してみてください。もう東京都大田区って連結できちゃうんですよ。はい、で連結する際にはですね、ちょっとこちらでまたやってみ、一つ話しますか。こちらでやってみますが、連結解除で、さっきと同じように進めていきますが、こちらでですね、接続文字っていうのも選べるんですよ。例えばこれ、イコール。で、実行すると、こういうふうになります。はい、で、さらにですね、いろいろできるんですけれども、連結で、はい。で、こちらをですね、スラッシュなんかよく使いますよね。これ。はい。これを使うと、はい。この東京都大田区っていう形になります。ですから、これで文字をまとめることができるわけですよね。はい。さらにこの連結は他のセルでも構わないんですよ。例えば、こちらとこちらを連結すると。はい。言ったこともできます。はい、こんな風に連結できます。はい。非常にこれ便利に使えると思いますので、連結に困った方は使ってみてください。で、これ関数で連結してますので、文字データとしては使えないので、そこだけちょっと注意してください。普通に表を作る場合にはですね、そんなに困ることはないかなというふうに思います。はい。さて、それではですね、こちらに、ちょっと新しいワークシートを開きまして、ということで、こんな表を開いてみました。シートを開いてみました。ちょっとですね、これ見た目、レイアウトひどいんですが、それはサンプルということでご了承いただきたいんですけども、例えばですね、このファイルを印刷します。すると、もうこうやって表がはみ出しちゃって2ページになっちゃってるんですね。これ結構初心者の方よくありがちで困りますよね。これも設定でいろいろできるんですが、そんなことを考えなくてもですね、このスーパーエクセルを使うと、はい、で、こちらのユーティリティから、こちらのですね、中に、印刷という機能があります。で、これ、印刷で、印刷の設定ですね。で、これで A4、今、横、縦ありますけども、横であれば、これで印刷プレビューで、はい、このように収めてくれるんですよ。で、ちょっと今、プレビューを閉じますね。で、例えば、これ、同じ印刷で、印刷の設定で A4 の今度縦にしますね。で、これでも、プレビューします。はい、これでもちゃんと、要するに何をしてくれるかというと、とりあえず用紙にきちんと収まってレイアウトしてくれると。で、ここにファイル名とかも入れてくれると。こういうわけです。で、ここにですね、ロゴ入っちゃってますけど、このロゴは嫌だという方、ロゴ印刷されたら困りますよね。で、その場合もちゃんとそんな心配はいらなくて、印刷書式の設定で、で、これ、ロゴマークを外せばいいわけです。でも逆に言うと、これ自分の会社のロゴ入れられるんですよね。ここに。はい。なので、必要ならば自分の会社のロゴを画像データ、JPEG などのデータとして指定すれば入れることができます。はい、続いて目次機能を紹介したいと思います。今、このブックにはですね、3枚のワークシートがあります。はい、ちょっと内容適当ですいません。で、こちらをですね、まとめて見やすいように目次を作ろうというわけです。はい。で、この機能を使うためには、上のセルを開けとくと便利なので、はい、ここ挿入してですね、1行を開けておきます。こちらも開けておきましょう。はい、こちらは開いてますね。はい、でこれで、作業を進めていきますね。はい、それでは、はい、スーパーエクセルを開いて、ユーティリティから目次挿入をクリックします。はい、で、最初はですね、もうこれ何もいじらなくていいと思います。で、このまま実行をしてください。で、ハイパーリンクを挿入するよう指定してくださいとありますが、ここは必ず A1 がおすすめです。上に1行空けたわけですから。何か理由があって下の方を指定したい場合は、下のセルを指定すればいいんですが、まあ、とにかく上を1行空けて A1 にするのが最初はおすすめです。で、OK をクリックします。で、これ、目次 A となってますので、まあ、最初はこれも目次 A でいいと思います。で、クリックをしましょう。はい、すると少し待っていると、自動的に目次が生成されます。はい、で、今、目次が作られました。で、これ、シート1、2、3とあるわけですけれども、これで目次をクリックすると、各シートに飛べるわけです。で、こちらの上をクリックすると、目次に戻れます。で、この目次のところに内容を書いてあげればいいわけですね。ここで例えば何か、なんかこんなことを書いてあげてですね、作ってあげると、こう見てる方は非常に便利に利用できるかなというふうに思います。はい、こんな形ですね。目次に戻れると。ちょっとですね、まあ、ウェブっぽい形でワークシートが操作できるようになります。さて、それではですね、最後にシートの比較の機能を紹介していきたいんですが、はい、こちらのユーティリティにですね、はい、シート比較という機能があります。はい、でこれをクリックします。で、ちょっと今回テストデータを利用して、操作をしてみましょう。はい、で、はい、まずはですね、テストの3の1と、はい、これテストのファイルが開いてるんですね。テストの2の1、01同士を比較して実行してみます。はい、すると、このように2つのワークシートのどこが違ってるよっていうのが19個あるよというのが表示されます。で、クリックします。すると、こう違いが表示されるので、そこをダブルクリックすると、それぞれのワークシート、2つのワークシートの違う点を表示してくれるわけです。で、これ非常に便利な機能なんですけれども、ちょっと僕が自分のワークシートでやった場合、ちょっとうまくいかなかったので、で、まあ、初心者の方にはちょっと荷が重いかなと思いますので、まあ、これは参考までにご覧いただければなというふうに思います。Excel の機能が100個増えるアドインを紹介しました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。